久保さん。まあ、コオロギね。食べたい人は食べて、食べたくない人は食べないっていうね。まあ、それでいいんじゃないかなと思いますね。で、今度は、えっと、嫌いな人とは付き合わないっていうね。うん。これはね、あの、僕が独立して一番良かったなと思うのが、やっぱね、選べるというか、な、選べるというか、組織に入ってないので、 なんすかね普通ってその会社組織があってそ,のそこに人がいてそこの人事人っていうのは全部自分で選んでるわけじゃないじゃないですかでも自分で一人でやると全部自分で選択できるんですよねだからそれが良かったなと思いますねうんただねあの僕は独立 独立した時はお客さんを選べなかったところもありますねうん。今はちょっと選べるようになってきましたけど、お客さんも。うんまあ、つきだからね、なんかあの選べるようになるといいと思います。うん選べるようになると非常に楽ですねうん。選べないっていうのは一番結構しんどいと思いますよ。選べない人生か選べる人生か、いってらっしゃい。